コンビでいたんですよ、うん、バー押し出しの川岸とクレーム処理係の五社っていうのがいたんですよ。あの五社勇さんという人はね、社長よりも年上なんですよ、はい、元芸人なんです。へえ。横山エスカレーターかな、なんかそんな名前なんですよ、はいはいはい、で社長はエスカ先生、エスカ先生って呼んでたわけですよそれであの新人のマネージャーの頃、あそまだ、はいはい、中川プロにいたところ、はいはい、じゃ あの浅井君ね、あの僕がおごってあげるからって言って、はい、NHK でカレーをごちそうになったんですよ社長、はい、でそれをずっと言うわけ、五社さんは社長にさ、俺カレーごちそうしたんだよ NHK でって適当な人なんですよそれでふにゃ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 してんの東映のね、はい、事務の人で僕言われたの、お宅はさいい社員揃えてるよなつって、はい、こっちがさもう浅井さんにさ電話してさ、これどういうことなんだよと、えっつって言うと、数時間後にな五社が肩から重い荷物持って汗かきながら拭きながらどうもすいませんでした、どうもこの度はもう本当にこれからもよろしく、あれやられたらよ何も言えねえよ丸こさめるんですよ。へーすごい、どうもすいませんでした、どうもどうもどうもいや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 って言って、で元芸人だしさ、はい、で言うにはさ、俺がエスカレーターって名前つけた時にデパートにエスカレーター上りしかなかったって、でしばらくしたら下りができたんだよ、俺はそれで下っちゃったんだって言うんで、そういうネタがあるんですよ。でゆりとるさんかなんかに言われたのかな、俺あのマネージャーやってて、はい、昔、はい、あいつ適当なんだよな五社ってなっつって、お宅のさっつって眠っちゃうんだって新人のマネージャーのくせに。それで海辺走ってておい五社起きろ、おい五社起きろっつって、おい五社五社、おいあそこささっき潜水艦あっただろさ、あれいや立派な潜水艦が耐えましたねとか言って、嘘つけこの野郎っつってそれでもなんか許せちゃうっていう、あそのかわいらしい、そうそうかわいらしいの。へえ。であの社長が五社さんにバーッと怒ってるわけよ、はい、五社くんなんとか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 って、すいません社長なんとかなんとかっつって 俺の前に来て、俺は社長のさクッション係なのよ社長の怒りをさ俺が食い止めて俺が吸収するのね、大事な役よっつって、で五社さんはね酒の朝まで飲んでるわけよ。で例えばほらコント55号とか朝日企画のゴルフコンペっていうと、カメラが趣味だから、はい、こうやってはい皆さん鳩が出ますよとか言うんだけど、このさ三脚がセッティングが緩いからさ、こうやってさ向こう行こうとするとさカメラがさギューでみんなで大爆笑で五社君ちゃんとやりなさいっつって、はいはい社長っつってカメラまで面白いんだから五社さんも面白かったし川岸さんも面白かったしね。川岸さんなんか本出されたりとかして、あ出しました、なんかライブいらっしゃいますもんね。そうなんですよ、さんの何かっていう、はい、まだ元気ですよ。そうそう、でこの間も昭和歌謡にね、はい、来て、はい、84なん年男になっちゃったよって言ってましたよ。そしたら全然84なんですか。そう全然わかんねえな。五社さんはもう全然もう上だから、もう帰っちゃいました田舎に、はいはい、ええ、そういうことでまあ前面に出てましたよね。有名でしたよね、はい、川岸さんというと個性的なマネージャーいなくなっちゃったね。あ、はい、うん、こういう押し出しの強い人が、はい、変な話、銀座ナオの時って浅井社長って出てたじゃないですか。出てました審査員、はい、なんか浅井社長があの解説してる時に小堺さんがネタやって、ええ、チャンピオン大会、はい、で終わった後に浅井社長がどうですか一言って言ったら、君は前よりも明るくなったとか言って、あ本当に関根さんが言ってること言ってたんですよ。ああそうなんですよ。ね、小堺君って当時おしゃれで焦げ茶とか黒とかそんなの着てたわけ、シックなの着てたの、はい、で社長が暗いよ地味だよ小堺君地味だ、はい、言われて、はい、だから俺も社長に言われて赤いパンツとか履いてましたもん銀座ナウの時オレンジのパンツとか黄色いパンツとか、ああ私目立つそっちも、ね、はい、関根さんが今でも見たいスウェーデン映画「早熟」は原作は
因果、1968年でフルバージョンが YouTube で見れます。因果のベッドシーンは本当に綺麗なバストでした。ありがとうございます。これがこの間ここでお話しした。いやあの早熟見たかったな、見たいな見たいなってこの YouTube で言ったんですよ。そしたら調べてくれた。で見ましたよ。あれです。合ってたんですね。多分 95%96% あれですわ。そう、予告編を見てるんですよね。予告編見てるので、予告編と本編って違うシーンってあるじゃないですか。はいはい、予告だけのシーン、はい、で僕が見たのはあ頭がこっち側なんですよ。頭がこっち側でベッドシーンがあって、こういう、はい、でこう女の子がこう言ったんだけど、はい、インが見たら頭こっちなんですね。でこっちのもありました。ただ単独じゃなかったんですよね。だからまあ僕の思い違いだと思うんだけど、この因果はの主演女優は僕が予告編で見た女性と酷似してます。だから多分間違いないと思う、年代的にも。ただつまんないね映画は。じゃあ逆にまあまあ良かったっちゃ良かった。いやあの頃見てたら興奮してましたよ。あ、はい、これありがとうございます。いや、ありがたいですねこれ。まあだって14だから56年前。はい、そうですね、56年前の希望が叶った。はい、ただあれ14で見たかったよな。あれ1968年の中でのベッドシーンとしてはすごいですよ。はい、おう、ただあれ、あの頃ってあれなのね、音楽いろいろ流すのね。あ、それがうるさかった。はいはい、裏でベッドシーンの時、ジンジンジンガジンガジン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 。そう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 。そういうの結構多かったですね、昔は。あの女の人まだご存命だと思いますよ。あ、多分16、18ぐらいでしょ多分。はい。だから4つ目ぐらいだから、会いたいね。そうですね。綺麗なバストです。本当綺麗なバストでしたよ。